ドン・ジョバンニ、K527 は、ボルフガング・アマレウス・モーツァルトが1787年に作曲したオペラ・ブッファである、邸宅・ベルトラムかここで、ドン・ジョバンニを書き上げた初演は、作曲を依頼したプラハのエステート劇場で、同年10月29日に、モーツァルト自身の式で行われた。また、ウィーンでの初演は1788年5月7日であった。フィガロの結婚は、 ウィーンではそれほど評判にならなかったが、プラハでは大ヒットし、作曲家が招かれることになった。モーツァルトは街行く人々が鼻歌にフィガロの一節を歌うのに接して大いに感激し、父親への手紙にその評判を書き送っている。その結果、翌シーズンのために新しい作品を依頼された結果できたのがこの作品である、初演に先立ち書きかけの原稿を持って、 プラハにやってきたモーツァルトは、友人のドゥシェック夫妻の別荘に滞在して、最終仕上げを急いだが、前夜になっても、序曲だけは未完成であった。彼は眠気を抑えるために、妻、コンスタンツェの話を聞いたり飲み物を作ってもらったりしながら、ほぼ徹夜で送付を書き上げ、ようやく朝にはシャフ屋に倉庫を渡せたのだという。台本は、フィガロに引き続きロレンツオダ・ポンテによった、ドン・ジョバンには、 スペインの伝説の報道者、ドン・ファンの物語の主人公である。最も古い作品は、ティルソ・デ・モリナと言われるが、ダ・ポンテは、オペラ化するにあたり、同時代のベルタ・ーティの先行作、ドン・ジョバンに、または、石の客やモリエールの、ドン・ジュアンを参考にしたものと思われる。特に、ドんナ・エルビーラは、モリエールの創作と思われ、この作品からの影響は明らかである。モーツァルトは、この作品を、 ドラマジョコー素と呼んだ。ドラマが成長の悲劇を表すのに対しジョコー素は喜劇的の意味であり、作曲者がこの作品に悲劇療法の要素を込めたと解釈する研究者もいる一方、単に喜劇の意味であるとする解釈もある。このような議論が生ずる理由の一つは、第2幕の最後に置かれたドンジョバンニの地獄落ちに至る場面の強烈な音楽や、 必要に彼を追いかけるエルビーラの行動と彼女に与えられた音楽に通常のオペラブッファらしからぬ悲劇性を感じ取ることができるからであろう。ウィーンでの初演にあたり当地の聴衆の好みや歌手の希望に応じて一部改訂して上演したが今日ではプラハ版を元にした上でウィーン版で追加されたナンバーのいくつかを追加して上演することが多い。 日本初演は1948年12月14日、東京、帝国劇場における、藤原歌劇団の公演、藤原義恵、宮本良平、石津健一、木下保元他のソロ、マンフレートグルリット式東方交響楽団によって実現した。演奏時間は、第1幕90分、第2幕80分で、合計約2時間50分どん序盤に断序盤に、 女たらしの貴族、従者のレポレッドの記録によると、各国でおよそ2000人、うちスペインですでに1003人の女性と関係を持ったという、老若、身分、容姿を問わぬ、自称、愛の運び手、剣の腕も立ち、騎士団長と決闘して勝つほど、レポレッド・レパーロ、ジョバンニの従者、ドン・ジョバンニにはついていけないと思っているが、金や脅しでずるずるついていってしまっている。 ドン・ジョバンニから見ても、美人の妻を持つ最大者だが、ドン・ジョバンニのおこぼれに預かり楽しむこともあるようだ。ドンナ・アンナ・ドンナ、アンナ・騎士長の娘でおった病の言い,い名付け、ドン・ジョバンニに呼ばいをかけられ、抵抗したところに駆けつけた父親を殺される、騎士団管区長、イルコメンダ・トーレ、アンナの父、娘を救おうとして、ジョバンニに殺されるが、石像として、彼に悔い改めるよう迫る。 ドン・オッター・ビオ・ダン・ア・ター・ビオ、アンナの言い名付け、復讐は忘れて結婚するようどんなアンナを説得しようとするが、果たせない、どんなエルビーラどんなエルビーラかつてジョバンニに誘惑され、婚約するもその後捨てられた、ブルゴスの女性、始終ジョバンニを追い回し、彼を改心させようと試みる。元は、身分ある女性だったようで、どんなアンナたちも圧倒されるほど気品にあふれている。 ドンジョバンニが触手を動かすほど美しい召使いを連れている。ゼルリーナザーリーナ村娘で、マゼットの新婦、田舎娘に似合わず、コケティッシュでしたたかな娘。結婚式の最中にドンジョバンニに口説かれ、その気になる。マゼットマセットのオフ、ゼルリーナの心労、嫉妬深く、ゼルリーナの浮気な行動にやきもきするが、結局のところ、尻に敷かれている。 村の若者のリーダー的存在。序曲の冒頭部分序曲はわずか一晩で書かれたが、演熟した曲に仕上がっており、演奏会で独立して演奏されることもしばしばである。騎士長の亡霊の場面の序と、軽快なアレグロからなる、そなた形式。なお、この序曲は、はっきりした集結部を持たず、そのままオペラの導入曲につながるので、モーツァルト自身が、 演奏会用の花々しい集結部を別に作曲している。幕が開く。時間は明け方。場面は背びりアしない。騎士長の邸宅の前で、従者レポレットは、こんな主人に使える仕事は嫌だとぼやいている。ドン・ジョバンニは、騎士長の娘であるドンナ・アンナの部屋に忍び込んだが、彼女に騒がれ、逃げようとした。そこへ、騎士長が登場し、ジョバンニに切りかかるが逆に殺される。アンナは、 悲間に暮れ、言い,い名付けのオッター病に復讐を果たして欲しいと求める。騎士長宅から逃れたジョバンニがレポレットを見つけた。ところで、昔捨てた女のどんなエルビーラに見つかってしまう。しかしジョバンニはその場をレポレットに任せて去る。残されたレポレットは、エルビーラに、旦那に泣かされたのはあんただけじゃないよ。イタリアでは640人、ドイツでは231人。しかしここ、スペインでは、 なんと千三人だ。と有名な恋人のカタログの歌を歌って慰めたつもりになっている。呆れてエルビーラは去る。場面が変わり、マゼットとツェルリーナの神道神父が村の若者と共に登場し、結婚の喜びを歌っているところにジョバンニが現れる。早速、神父ツェルリーナに目をつけた。彼は彼女と二人きりになろうとして、皆を自宅に招待して喜ばせる。 彼がゼルリーナを自らエスコートしようとするので、マゼットは拒むが、ゼルリーナ自身が大丈夫だと言い、ジョバンニが剣をちらつかせるので、マゼットは、わかりましたよ。旦那としぶしぶ引き、ゼルリーナに皮肉を言って去る。思わぬ展開に、半べその彼女を、早速ジョバンニがくどく、お手を、どうぞのデュオ。ゼルリーナはあっけなく、彼に手を取られて、屋敷に向かおうとするが、 そこに再び現れたエルビーラが、ジョバンニの本性を警告して、彼女をジョバンニから逃す。今日はついてないなとぼやくジョバンニの前に、騎士長のアダエの復讐を誓っているオッタービオとアンナが登場する。しかしアンナは今朝忍び込んで父親を殺した者が、目の前のジョバンニだとは気づいていない。ジョバンニは適当にごまかしてその場を去るが、彼の別れ際の一言を聞いて、アンナはジョバンニが、 今朝の男だったと気づく。オッタービオは、まだ半信半疑である。ここで、いいな漬けのアンナを慰めるアリアを歌うが、これは、ウィーン初演のための追加ナンバーである。場面は変わって、ジョバンニの屋敷。彼は、招待客に酒や料理を振る舞い、皆で元気に酒を飲め、俺はその間に、カタログの名前を増やすのだという、シャンパンの歌を豪快に歌う。再び、マゼットとゼルリーナが登場。 マゼットは、神父ゼルリーナが軽薄で浮気者だと怒っている。しかし神父は、ぶってよ私のマゼットと下手に出て、機嫌を取るので、単純なマゼットはすぐに機嫌を直す。そこに、エルビーラ、アンナ、オッタービオが、ジョバンニの罪を暴くため、仮面をつけてやってきて、祝縁に紛れ込む。みんなでダンスをしているとジョバンニは、ゼルリーナを別室に、連れて行く。襲われて、悲鳴をあげる彼女。 それをきっかけに三人は仮面を脱ぎ捨て、ジョバンニを告発する。彼は、レポレッドを、ェルリーナを襲った犯人に仕立てて、ごまかそうとするが、もはや誰も騙されない。ジョバンニは窮地に陥るが、大混乱のうちに隙を見てレポレロととも逃げ出し、第一の幕が降りる。夕方、レポレロが、主人にぼやいている。もうこんな仕事は嫌だ、お暇をもらいたいというのだが、最終的には、 金で遺留されてしまう。さて今夜のジョバンニは、エルビーラの女中を狙っており、女中に近づくためにレポレーロと衣服を取り替える。ちょうどその時、エルビーラが家の窓辺に現れたので、ジョバンニはレポレットをエルビーラの家の前に立たせて、自分のふりをさせ、自分は隠れたところから、いかにも反省したような嘘をつく。エルビーラは、ジョバンニが自分への愛を取り戻してくれたものと、信じ切って、 ジョバンニに噴したレポレッドに連れ出される。一方、レポレッドに噴したジョバンニは、エルビーラの部屋の窓の下で、女中のためにセレナードを歌う。そこに、マゼットが、村の若い種と共に登場する。皆、棍棒や銃を持ち、これからジョバンニを殺すのだという。これを聞いたジョバンニは、レポレッドのふりをして、皆をあちこちに分散させ、自分とマゼットだけになると、剣の峰で、 マゼットを打ち据えて去る。痛がるマゼットの元に、ゼルリーナがやってきて、そんな痛みはこの私が治してあげるわと言って慰め、マゼットの手を取って、自分の胸に当てる。すっかりその気になって痛みも忘れた新郎と、いそいそとその場を去る。一方、エルビーラと思わぬデートをする羽目になったレポレロは、なんとかごまかして、彼女から離れようとするものの、運悪く、アンナとオッター病に出くわしてしまう。 逃げようとすると、マゼットとゼルリーナにも鉢合わせしまう。彼がジョバンニだと思っている4人は彼を殺そうとするが、エルビーラが現れて、ジョバンニのために命乞いをする。4人は、ジョバンニを恨んでいたはずのエルビーラが彼の命乞いをすることに驚くが、ジョバンニのことを許そうとはしない。命の危険を感じたレポレットはついに正体を白状し、一度は呆れる。レポレットは、 平謝やまりしつつ、隙を見て逃げ出す。オッタービオは、恋人のアンナを慰めるアリアを歌うが、ウィーン諸演版ではこれは、カットされた。続いて、ウィーン版の追加ナンバーで、ェルリーナがレポレットを捉えて、ひどい目に合わせる二重唱と、エルビーラのアリアがあるが、前者は通常省略される。真夜中の二時、墓場で、レポレロと落ち合ったジョバンニに対し、騎士長の石像が突如口を聞く。 恐れをののくレポレットと対照的に、ジョバは、ニは戯れに石像を晩餐に招待すると言い出し、石像はそれを承諾する。オッタービオはアンナに結婚を迫るが、アンナは、父親が亡くなったすぐ、後なので今は適当な時期ではないという。オッタービオは、比例を浴びるが、これはアンナにオッタービオの真実の愛と、誠実さを確信させ、アンナのアリアへと繋がる。ジョバンニは早速屋敷で、 食事の支度を始める。学士が流行の音楽を演奏している。ビセンテ・マルティーン・イソレルの、チンジやジュゼッペ・サルティの、二人が争えば三人目が得を、するといった他の作曲家のオペラの一節に続いて、モーツァルト自身のフィガロの結婚中のアリア、モートブマイゾこの蝶々が演奏されると、デポレットが、これは有名なやつだとコメントして、観客を表せる。前年息とした。 この作品に託した作曲者からプラハの聴衆へのサービスである晩餐が始まり、ジョバンニは旺盛な食欲を示して、レポレーロに呆れられる。つまみ食いしたレポレットをジョバンニがからかっているところに、エルビーラが登場し、生き方を変えるべきだと忠告する。ジョバンニがまともに相手をしないので、エルビーラは諦めて去ろうとするが、玄関で突然悲鳴を上げて、別の出口から逃げ去る。 何事かと見に行った、レポレッドも、やはり悲鳴を上げて戻ってくる。約束通りに、騎士長の石像がやってきたのである。石像は、ジョバンニの手を捕まえ、悔い改めよ、生き方を変えろと迫る。ジョバンニは、恐怖におののきながらも、カタなにこれを拒否する。押し問答の後、もう時間切れだと言って石像が姿を消すと、地獄の戸が開き、ジョバンニは地獄へ引きずり込まれる。 そこへ、エルビーラ、アンナ、オッタービオにマゼットとチェルリーナが登場する。デポレロの説明を聞き、一同は彼が地獄に落ちたことを知る。以下プラハバンでは、アンナは亡き父親のためにもう一年はモに服したいと言い、オッタービオも同意する。エルビーラは愛するジョバンニのために、修道院で余生を送るという。マゼットとチェルリーナは家に戻って、ようやく落ち着いて、 新婚生活を始めようとする。デポレッドはもっといい主人を見つけようという。一同、悪巻の慣れの果ては、このようになると歌い、幕が降りる。プラハの邸宅ベルトラム化。チェコリパブリックラントオブストーリーズ。チェックトゥアザム。2017年3月8日閲覧。講演情報昭和音楽大学オペラ。研究所オペラ情報センター。ありがとうございます。